自分がツイッターでなんか質問ボックスが作れますよってあれをやってみたところ、うん、でその中で、モテる秘訣っていうのが来たんですよ、はい、モテる秘訣を教えてくれ と、はい、でその返信でじゃあ動画で扱います、うん、ジムに行く、読書会に行く、はい、ボランティアをする、うん、YouTube をやってみる、うん、っていうのを考えてたんですけど、うん、これは僕の中では出会いを増やそうと、うんうん、こういうのを分母って言うんでしたっけ、はい、母数を増やす、はい、というのがいいんだろうな、うん、なのでモテるにはっていうよりも、うん、出会いを増やそうと、うん、彼女を作る方法ですね、どっちかというと。でも、うん、要は一人でいたって、うん、あまあそうです、何もないですもんね、はいはい、会社に行った、うん、自転車で家に帰った、うん、会社に行った、うん、自転車に家に帰った、うん、これ僕誰にも会わないんですよ、はい、はい、はいはい、で電車に乗れば人には会うんですけど、まあなんて言うでしょう、あの福山雅治さんぐらいなら、はい、バレンタインとかのケーキの時に、うん、あのずっと見てました、うんうん、っていうのでなんか、うん、プレゼントをもらうかもしれないんですけど、うん、僕一回あの電車でジャガイモって言われたことあるんですねはい、はい、うん、なんかジャガイモが鬱陶しいみたいな満員電車ではい、はい、であこれ俺のことだなとか思いながら、うん、こっそり涙をしたんですけど、うん、それぐらいじゃないですか出会いが、出会いは、はいはい、うん、まあ、僕が結婚した場所はジムだったので、うん、はいはい、出会ったのが、出会ったのが、はい、ジムに行くか読書会に行くか、うん、ボランティア YouTube、 まあ人がいるところに行けって話ですよね。で、うん、まああとはその趣味のレベルが近いような人と会うような場所、うん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 、だとするとあのオタクの人はコミケとか行ってみたいな、あっていう、まあそういう、そういう意味で、うん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 、っていうのを思いついたんですけど、うん、ちなみにチャット GPT 君に聞いてみたんですよ、はいはい、異性にモテるにはどうすればいいですかと。なのでこれはもしかしたら僕のところはこうやって答えたけど、はい、他の人のチャット君は何と答えるかは分からないです、はい、が、まあ、似たようなことを答えるとは思うんですけどね。一番身だしなみに気をつけましょうと、うんうん、清潔感がありファッションセンスがある服装や髪型、うん、メイクなどを心がけましょうと、うん、2. 自信を持つ、うん、自信があると魅力的に見えますと、うん、自分自身を愛し自分に自信を持ちポジティブな態度を持ちましょう、うん、3. コミュニケーション能力を磨く、うん、相手との会話がスムーズで楽しい人は魅力的に映りますと、うん、相手の話を聞き興味を持ち適切なタイミングで自分の話をすることが大切です、うん、なんか一丁前になんか説教してきましたねこいつ、うん、で見た目だけでなく内面も磨く、うん、人格的な魅力も重要ですと、思いやりがあり正直で自分自身にとって重要な価値観を持っていることが魅力的に映ります、うん、ああなるほど、うん、であとは社交的に振る舞う、うん、社交的で友好的な態度を心がけ人々と接触する機会を増やしましょう、うん、新しい出会いを求めて積極的に行動することが大切ですと。あとはただし異性にモテるために必要なことは人によって異なりますと、うん、自分自身がどのような魅力的な人間であるかを理解しそれを生かすことが大切です、うん、それが難しいっちゅうねんって話ですね、うん、また自分自身を偽らず自然体であることも大切です、はい、ごく一般的な話でしたね、まあ、まあ私が言ったのも一般的な話ですね。まあそうですよ。最初なんかモテるにはどうしましょうって言われたらどうします？まず身だしなみじゃないですか。あの、まあ、第一印象というか、まあ、不吉だったらまずいじゃないですか。まずいですね、はい、で、まあうん、またもらったのが INFP が恋愛するにはどうすればいいですかっていうのをもらったんですね、うんうんうん、でそう言われるとなんかタイプって関係ないんじゃないと思ったんですよ、うんうんうん、そこで聞いてみたんですよ、はい、友達に、うん、友達のチャット君に聞いてみたんですよ、はいはいはい、そうしたところ、僕の質問、うん、INFP という、うん、MBTI の性格タイプが、うん、上手な恋愛をするにはどうすればよいですか、うん、と聞いてみたところ、 INFP は内向的、直感的、うん、感情的、判断的って言ってますね。おっとちょっとミスを発見しましたね、はい、な性格タイプで、うん、
自分自身や他人に対して深く思考し、 F だけどいいのかな、まあ、そのまま読んでみましょう、はい、情熱的な人間関係を築くのができることですと、うん、恋愛において上手にいくためには以下のようなことが役立つでしょうと。まず自分自身を理解する。 INFP は感情に重きを置き、自分自身や他人に対して非常に理想を持っている傾向がある、うん、あ、これは書かれますね、うん、この16の性格、あなたにぴったりの相手が分かる16の性格でも、うん、やっぱりこの情熱を秘めたとか、うん、理想が高いみたいなのは書かれるので、うん、INFP さんは自分自身がどんな人と恋愛したいのかを理解することが重要だと、うん、で素直である、うん、INFP は感情的であり真実を伝えることが苦手な傾向にあると、うん、しかし素直に自分の気持ちを伝えることが相手との関係を深めるためには非常に重要だと、うん、そうですね。3、相手を理解する、うん、INFP は他人に対して理解を示すのが得意、うん、相手の気持ちや思考を尊重し共感することが健全な人間関係を築くために重要です、うん、なんかちょっとブレてきましたね、なんかもやっとしましたねで、うん、4、バランスを保つ。 INFP は感情に左右されやすく、自分自身が犠牲になってしまうことがあるため、うん、バランスを保つことが重要ですと、うん、自分自身を大切にし相手との関係を維持するために適切な距離を保つことが必要、うん、いうことを聞きすぎちゃうってところなんですかね。そうじゃないですか、良い関係をみたいなところに。で5、ロマンチックである、うん、INFP はロマンチックな側面を持っています、うん、相手に対して思いやりや優しさを示し、ロマンチックな雰囲気を演出することが相手との関係を深めていくのに役立ちますと、うん、というところで INFP が上手な恋愛をするためには自分を理解して素直に相手に気持ちを伝え、うん、理解を示しバランスを保ち、ロマンチックな側面を表現することが大切ですときました、うんうん、このアドバイスが、うん、合ってるかどうかですよね。合ってるかどうかをジャッジする能力がいるんですよ、見る人にね、うん、まあ、チャット GPT は使う人、いやまだあまり完全体ではない、いや、うん、ちょいちょい嘘をつく、データがないことは、はい、適当なことを言うんですよ。すごい、でも言いたいことは5つありますみたいな、それっぽいことを言うんですよ、はい、で指摘すると修正してくれるみたいな、とりあえず言っとけなんですよそれっぽいことを。チャット GPT はエニアグラムのタイプ3ですねとりあえずそれっぽいことをそれっぽく言う。この INFP さんが恋愛するには、うん、ただこの理想が高いっていうのと、うん、ね、この16の性格、うん、あなたにぴったりの相手が分かる16の性格の、うん、INFP 型のところを見ると、うん、INFP は人生の意味と胸の内の平和を生涯追い求める、うん、個人的な価値観で物事を判断し心から正しいと思えないことはしたくないと、うん、感受性が強く世話好きで思いやりがあり、身近な人には快適で過ごしてもらいたいと願いますが、自分にの世界に近づいてくる相手は慎重に選ぶので時に冷たくお高く止まっているように見えると。 INFP を理解するには時間はかかりますが、 INFP 型が信頼している少数の人にはこの人たちは誠意を尽くすと、うん、で一歩下がって事態を客観的に眺めるのが苦手で、相手が批判的に言ったつもりがないことにも傷つく。人間関係を理想化し自分の期待にそぐわない相手には失望する傾向があるみたいな人なんですけど、うん、まあ理想が高いっていうのはあるんでしょうね、うん、はい、って思うと、うん、多分なんか僕はね、うん、その昔そうだったんですけど僕が、うんうんうん、いやなんか一回付き合ったら、うん、なんか結婚しなきゃいけないみたいなのって思ってませんでした。思ってません。ちっちゃい頃も、はい、いや中学生とか中学生とか高校生ぐらいですよ。あ、思ってませんよ。なるほど、はい、何人か付き合って結婚するんだなって思ってました。まあ、はい、モテる人はそうでしょうよはい、はい、いや僕はそのちっちゃい頃、まあ、ちっちゃい頃というか、まあ、中高モテずにいたんですけど、はい、で
告白もなかなかできなかったんですね、はいはい、中高時代は、うんうん、なぜならなんかその付き合ったら、うん、なんか責任を取らねばみたいな、そんなのはなかったですねって思っていたので、うん、もしかその僕は19歳ぐらいで告白というのをラーニングしてですね、うんうん、覚えたんですよ、はい、ファイナルファンタジーみたいな、はい、ピョンみたいな、そう告白を覚えたみたいな、はい、のをしたところ、うん、あ言える人間だし、うん、付き合って結婚するなんてあるわけないじゃんっていうのがその時に分かったんですね、うん、ああって、うん、付き合った時に結婚するって思ったことはありますよ、はい、あそれはあってもいいと思います、それはあるけど、はいはい、結婚する前、結婚する前じゃないや、付き合う前とか彼女がいない時は、はい、こう何人か付き合って結婚するんだろうなっていうのが世の中を見てたらそうじゃないですか、でもなんかそのだからそんな感じで思ってました、なるほど、で僕はで向こうからそう思われたらどうしようとか、はい、ハゲでデブのくせにね、はい、はい、って思っていたので、もしかしたらこの INFP さんも、うんうん、相手を高くしすぎているか自分を高くしすぎているか、なんか理想 の, 理 想, のそう理想のが高すぎると、うん、もしかしたら そこにとらわれてしまうと、うん、この人じゃない、もうなんか付き合う前にね、うん、あいつじゃない、うん、とか、あちょっと違う、そう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 、うん、その時点でポイってやっちゃうと、うん、なかなかそのなんて言うんだろう、 リアル、うん、リアル恋愛に、うん、なかなかいけなくなるんじゃないって、うん、本当にこの人は理想の人なんだろうかって考え出すってことですよね、そうっていうのを先に、うん、要は付き合う前から先にやられるとか、うんうん、になるとなかなか厳しいんじゃないかなって、やりそうですけどね、内向の NF タイプじゃないですか、なるほど、はい、ずっと反芻するわけですね、はい、牛が草をはむように、はい、っていうイメージです、そうだと、はい、なんかとりあえずね、うん、一旦、はい、一旦一旦なんかその、うんうん、なんとなくいいぐらいで、うん、あのデートするのもいいんじゃないって、うんうん、自分からね告白ってこと、お茶行きま、お茶フラート、フラートですよ、はい、フラートは大事だと思います、はい、楽しいです、うん、フラートというのは、友達と恋愛の間ぐらいの空気感を楽しむ関係ですね、うん、これはフラートといってですね、うん、フランス語だったかな、やりそうですよね、やりそうですね、そういうのあっちの方、はい、なんか日本男児とかじゃないんですよ、うんうんうん、フラートなんですよ、うん、なんでもう INFP さんはそのフラートを楽しむ、うん、楽しむのを、うん、なんていうの、理想を下げるというか、うんうん、現実を見るというか、うん、その辺なのかなと思いました、うん、あ、トキトキさんごきげんよう、結婚するかどうかは別にして結婚の想像ができる人しかお付き合いするに至らない感じだったとどうしたんですか、まあ、そういうタイプもいるってことですね、はい、だって分かんないですもんね、分かんないんですよ、どんな人かなんて、うんうん、やっぱりあの旅行行ってからですもんね、200ぐらいのまあ分かんないですけど200ぐらいの旅行行ってからが勝負ですよね、はい、うんうん、はい、